ヤガチャガチャンネル。あ、前回明らかに段差が高い崖を目の前にしたヤガミ、これを乗り越えなければならないわけだが、ちょっとググってみたらしい。どうなるどうなる。小判がどっかにある。はあ、小判がこういうジャンプ台みたいなとこ、なんか、あ、あ、落とした、あった。いや、いや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 、そんなとこで出られてもだな。あった。で、小判が2枚あるとどうなるんだい。おお、外せねえな。外した、やばい。あと何機だ。だからここでまず小判出して、でそこでも小判出して、すると2枚あるからこういう感じになるのか。いや知らねえ、そんなルール。急すぎるだろそのルール提示するの。どこまで来る、大丈夫、オッケー。いや、そこで残機使ったぞ、おい。いや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 。危ね。はい。取り、おお、食らってねえ、ジャンプしてやがんの？た。いや、怖え。あと俺は何機あるんだろう。よいしょ。もう離れたところでちょっとやっといて。俺が飛んだことで飛ばしちゃったんだな。絶対ゲーム上こんなに通行手形いらねえよな。よし。いやでもアクション自体は慣れてきたから。あー、またあいつか。ちょっとあっちの方が早いんだよな。やべ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 、くそ。いやー、やばい。ふう、今何面だこれ。でもあいつ2段飛んできたとて、あ、段差は垂直に落ちるんだって。やべえよー、相当残機使っちゃってるって。終わり？オッケー。次どこからどこ、ちょっと一回、五湯から二川ステージ9だな。半分いってね。うわー、半分いってない？やばない？うわー！あ、あ、あ、あ！やったぞ。これはやったぞ。あー、あのタコずりー。地形とこでのタコ怖えよな。で、ここから一気にで、うわー、追いつかれてたもんな。やばい、8。これマジコンティニューないの狂気の里だな。なんだったらさ、小判もいっぱいあったら嬉しいなって感じするよね。バカ、俺が飛んだから爆弾無効化しちゃったよ。あー、7機。いやいやいや、よいしょ。だ、滑るんだよねこのゲーム。いやマジ背水の陣というか、終わった速報なんだけど。おー、マジか。何機増やしゃいいんだ。あれ結構お札30枚集めるのもそこそこ時間かかったぞ。えい、これでステージ半分か。おい、おい。いやー、まあもうこうなっちゃしょうがねえって感じだよな。お？なになに？はあ、泥棒か。
なんだ、あの剣の意味が分かってねえから泥棒されてもうわくそーとは特にならない。危ね、これ乗り越えちゃってオッケー。よし、次がシラスが舞坂、あーシラスか舞坂だ。これがステージ10だ。やっとステージ10。おい、でもね、どこのサイトもステージ3-4で無限増殖しろっていう意見一択だね。あー術使うわ、遅かったか。なるほどな。よいしょ、邪魔くさい敵からが増えてきたな。あーよいしょ、待てよ、術手形どうぞ。手形は、危ねえ。あー逃げていくのか。オッケー、オッケー、ステージ11。いやーこれ進めば進む分だけ、浜松から袋へ、これ進めば進む分だけ傷つくぞ。あと4機でクリアできる気しねえもん。やったぜー。ごめんなさい、ブレーキしてください、ブレーキしてください。で岩を小判がもう一枚どっかにないと不成立だよ。あーできた、あぶねー、おい、おー、あぶねー。あー十文字だ。でもちょっとしたら逃げてくれる小判だ。やった、オッケー、いいよ。次掛川から島田、ステージ12。あーなんか嬉しい、ここ本当に全然見たことないからさ。うわ、パッパラッパ、終わったか。いやーしんど、うい、待てよ、あー、あぶねー、いろいろくぐり抜けた今。次の、お、次はお化けか。まあ移動速度低下だからいいっちゃいいんだけどな。食らわなくて済むなら食らいたくねえって思いはあるよね。赤影、あーもうお化けに目がいっちゃってるから赤影の対応が全然できない。危ない、はい、オッケー。で残り5厘、またお化けか。手形だ。ああでも手形はその前にも持ってるけど全然問題ない。だしたまたま隠しで今手形出したからな。よいしょ、よいしょ。また音楽、あ、また手形？もう何枚でも出すよ。手形は何枚でも出るよ。頑張れ五右衛門、もうびっくりなぐらい出るよ。さあワンアップして、藤枝からマリコ。藤枝からマリコ13面。いやー13面とかちょっと感動に等しい。やっべバカー、もうなんか敵通過しちゃおうっていう魂胆は良かったんで、それはいいんだけど、残念ながらね、敵を通過するにもそいつは通過しきれない敵ということを理解しなきゃいけないのよ。でお前着地際、盗賊？いいよ、剣でしょ。で剣取られて、手形持っててくれたらいいんだけどな。バカ！あー、そう、あの全身推進力みたいのがある状態じゃないと飛び越えられもしねえんだよ。いけー、坂道でちょっと威力が弱く、おー、もうそろそろ戻ろっか。オッケー、さあ残り1里終わりじゃね。さあ14面まで来ちゃった。うわー、だからもうちょっと粘っとけばクリア見えたのか。しんど、だからもっと3面でバグ、やめてー。トラップ無敵とかさ、なくない？トラップ無敵はさ、やっちゃいけないことじゃない？
私はそう思うよ。危ね、どれだ、お化けか。まあお化けは言うほどなんだよ。鷹は高さがないところから抜けりゃいいからいいとして、はい、んで、はい、お化けついたけど赤影はその位置はまずいな、その位置はまずいな。超赤影優位点、オッケー。さあ残り0機で粘る、残り4里生きてー、ワンちゃんは、はい、オッケー。そもそもだけど53次の磁力が上がってる、間違いなくこれの磁力そのものが上がってる。富士山？待って、あーなんだ、なんか反応した、落としたかと思ったらお前の魔術か。終わりだ。さあ、ステージカンバラから原15ステージ残り7面ですね。いやこれはクリアの脈ありましたよ正直。やべ、何が一番辛いって、これ次一人でやるんでしょ、実況の取れ高にもならないんでしょ、ここ今からこのさ戻し作業。本気で言ってる？しんどいな。ここからは想像を絶する戻し作業となった。ただでさえ戻すのも大変だが、無限増殖をとにかくやらなくてはならない。そしてまさかのその間録画が止まっていることに矢神は気づけなかった。というわけで、本来はちょっと戻し作業からご案内したかったが、それを飛ばした。いきなり戻し作業後からとなる。ここで急ではありますが、実はこのゲーム、ステージを進んでいる間の BGM に歌詞があるんですね。そして今回のこの戻し作業、映像が残せなかったということで納得がいかないという人のためにですね、歌っていただきました。聞いてください、ともことのでももこちゃん連歌。てて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 、あと江戸まで何十里、あと江戸まで何十里、十里八里、待ってておくれ桃子ちゃん、おいらの花火がお土産だ、江戸はまだ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 遠いのか、てて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 、あと江戸まで何十里、あと江戸まで何十里、待ってておくれ桃子ちゃん、おいらの花火がお土産だ、江戸はまだ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 遠いのか、か。よし戻した。あのね、本当はね、戻してる最中の動画もあったんだけど、録画失敗してて完全に止まってましたので、気づいたらもう3分クッキング状態ですよ。というわけで用意したつよつよデータがこちらですみたいなね感じになってますけどね。まあとりあえず何機増やしたかは分かんないんですけど、得点でさせていただけると幸いかなと思いますね。3倍ぐらいは増やしたつもりなので、でここまでね、あれな、本当はパラッパッパッパラッパッパラの動画をなんかタイル状に並べて、なんかしっかりと戻し作業を行った矢神みたいなナレーションが入るはずだったのに、録画飛んでるからなんか急に俺のてか結構長い時間苦労したんですけどね、俺の長い時間の苦労がとりあえずカットみたいになってて、ちょっと今俺泣きそう。まあ小判4枚あるけど、どうせここにあるなら出してほしいよな。ないの？まあしょうがないか。でまあね、でもね、一個だけ言えるのは間違いなくうまくなりました。よいしょ。おー、殴られてジャンプができねえ。あー、剣がねえからか、画面ウエシパーン。それずるくない？そっかそっか、こいつはねいつもね剣を泥棒するキャラだったんだけど、今俺が剣持ってないから泥棒されるものがない扱いになっちゃって、でそうなるとどうなるかっていうと、俺のジャンプを塞いでくるのか。やば、あー前行き過ぎた。あいつとはもう結構長い時間対応してるけど、未だになれねえところなれない。ちょっと早めのところ
え、感触弾投げれねえじゃん。え、待って、こいつめんどくせえな。だってあいつと、あーでもよかった、ラッキー。あいつが登場する一個先まで画面がスクロールしてくれたので、オッケー。でこれで終わりじゃね、ゼロリだもんね。オッケー。で次が沼津箱根16ステージ、あと6面、これ入れて6面。いやー、上の図あんなに進んでんの初めて見たよ俺、このゲーム。あー、くそ。あ、何回かねこれね、友達ん家にあってね、遊んだわけですよ。だけどもう大体3面ぐらいでさ、はいはいお疲れ様でしたみたいな、はいバカーみたいな感じで終わるゲームだったから、もともとだす。そう考えるとね、ここまで来てるのはなんかあのびっくりというか驚きが一番だよね。ああ、赤影見えてなかった。あの大人になって戦い方が変わったよね。よし、すれ違いざまで暮らしたれば2発ぐらい避けりゃ終わりになんね。あ、そのあそこの高の位置意味ねえべ。ねえ、走り抜けちゃえば。であそこであいつを出してるおかげで、やべ、同等のあいつの敵キャラは出ないはずだから、そのスクロールを利用して距離を詰めていきたい。あと2里、関所、関所は問題ない。まずったー。まあ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 、関所前、あと、まあ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 、手形はね、同様の理由で死ぬほど持ってるんで別にいいんですよ。オッケー、よし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 。さあ、小田原平塚ステージ17。いやー、来るとこまで来て、あ、お化けか、お化けか。まあまあ、あいつは投身自殺するでしょ。ああ、投身自殺待とうと思って一回ブレーキしようとしたけど、言うほどブレーキが効かなかったな。渡る前からか、ちょっと厄介というかめんどくさいな。あ、ラッキー。目の前で消えたじゃん。あれすぐに復活周期来ないっていうルール。おー、ぶね、よく今垂直飛びで赤影が。あー、だからこれはもう家の屋根に乗り移っといて、オッケー、ワンアップの音かな。まあワンアップつもりも何機か全然わかんねえんだけど、もう本当に今回ね、あのぶっ壊れてんじゃねえかってぐらいやったからね、正直。もう今回はなんだろうね、あそこのシーンだけで一本動画作れるよっていう尺分は絶対やった。さあ18ステージ、藤沢保土ヶ谷。おやおや、お、いきなりあいつからか。さーて、まあとりあえずこうなると上出張っとこうかなって感じにはなるよね。でできればそろそろ垂直で飛んでくる頃だから、一回フェイク打っといて、二人目だと、おい、お前が二人現れるのは過去史上なかったっしょ。で抜けれる、オッケー、バーン。なるほどね、たまたまとはいえ考えられた配置だったね。さあ藤沢保土ヶ谷が終わって、次神奈川川崎。おお、いよいよなんか知ってるエリアに行こうとバンしてるよ。さあまだレなので、まあ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 、ライフポイントは大丈夫だろう。ちょっと今回ね、あの王道のプレートは違うって言われたらそこまでだけど、あーっとちょびじゃん。おお、全部が噛み合ったぜ。今半分諦めてコントローラー話しかけてたけどね。でよいしょ、あれはね飛び越えられない段差なので残り2里。おっと、あー、うわー、金払った後はしんどい。渡ってくれてないかな。だよね、ここの松の上かな小判。オッケー、あとはどっか草むらにもありそうなもんだけど、よいしょ。
すごい、ダイナミック等身自殺をただただ見る回。やばい、あぶねえ。そう、しゃがむのにちょっと感覚がないとしゃがめないっていう謎の仕様なんだよな。あー、そんなバッチ当たりなところにあったか。オッケー。で、うわー、マジか。そこにあいつがいるせいでシャラクセー。もうやれることって一個だけだもんね。待ってから倒して捕まっていい状態になってからゴールする。うん、これしかないもんな。終わるぞ。ステージ20、品川から日本橋。その高さ良くないんじゃない？その高さドドミチ当たっちゃうから、一回倒して、赤影さあよ、さあ、あと11里、ほぼほぼフルフルだよ。ちょっと対処できるやつから対処できるようにしてかないとまずいので、とりあえず何里を更新してくっていうことで対応しないといけなくて、よいしょ。んで改めて赤影、前の敵が誰なのか。あ、バストブロッポ、ドア当たったか。さあ7里ゆわかで、リスキルみたいな位置だな。で、まあまあ鷹を避けるために下側にすぐ移動して、おった、あダメなのよ、そういうところから落ちたら。表記消えるのもね、結構後半だったはずなので、まだ残機はそこそこあるはずと踏んでるが、どうだろうな。6里5里、さあ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 行きたい。4里、もうなんか頑張れ五右衛門の、五右衛門が歩いてたような屋根伝いの絵だな。で飛び降りて、あー撃たれた。先にも拳銃持ちいたな、先にも。おー、やべやべやべ、その位置はまずい。シュッと、おお、あーやれ、どうしようかな。ちょっとまずは本当は駆除したいけど、駆除するにも高さの問題があるんだよな。そう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 、オッケー。で、お前もやって、で、下から抜けて拳銃持ちが奥から来るべ。あぶね。おい。で、残り1里。わっしょ、おい。マジかよ。その位置に位置する。ちょっと待てよ。でも分かってるわけだから。潰して、あー下も警備が濃いね。さすがラストシーン。下のやつはなんか偶発で行くとき行くんだけどな。あそこも、うおー、もう、あーまだ大丈夫大丈夫。よいしょ。で倒して、とりあえずあいつ倒すでしょ。で、オッケーオッケー、スクロール消えたんじゃねえか。あっぶね、いける、よし。さあ最後、桃子の待ってる祭りだぜ、浅草。いい、あ、ごめん、なんか終わりのエンディングなのかなと思って今すごい浮かれてた。あの、敵出てきたね。なるほど。さてさて、でもやることは変わらんわけで、やることは変わらんわけで、うい、とにかくリを更新して、あぶね、ほい、おお、おみこし担いでる。一面でもこうだったよって言われたら、なんだろう、覚えてないから不安なんだけど。でもあれだね、あの一面の超強化版みたいな感じの認識で間違いなさそうだね。
おっと、おい、泥棒？泥棒は出ちゃいけない配置じゃない？死ぬしかないじゃない、だってそれは、だって死ぬしかないじゃない。屋根伝いに、あーやべ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 、ちょっと待ってよ、これどうしたらいいんだ。ここに剣があればな、剣を代わりに献上して終わりっていう感じでいけたわけだけど、これはギリギリ渡れねえかな。あーっと、渡ってるといえば渡って、うわー撃たれた。さあ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 、まリーはどうなった？オッケー、場所更新でございます。弾見づらいですけど避けていきましょう。はい、オーライ。で小判取って、あと3リ、あと2リ、よいしょ、あと2リ、終わるぞ終わるぞ。あぶねバカボン。今楽しい気分なんだからさ、まあ今木の上に乗っちゃって、乗るって想定してなかったせいで一瞬俺が挙動をね完全に見失ったのが原因なんだけど、だからうい、よし、よいしょ、おー、おまた。いやー、派手に花咲くカンタロ花火、愛しい桃子も待っててくれた、楽しい東海道絵巻、これにておしまい。ほー、終わったー。いやー、これはねクリアしたことなかったからクリアできたの普通に嬉しいね。3ステージと4ステージの増殖が要だったとはね、完全に知らなんだ。いやでもクリア画面が拝めてよかったです。あとはともしよろしく。シムシティをリベンジするかのようにサクッとクリアを決めた矢神。本来は超難易度のタイトルであったが、相性が良かったのか残機からの余裕か、パート2本でサクッとクリアする結果となった。というわけで次回はどのタイトルに挑戦するのか。なんか今日歌ってって言われたんですね。歌ったわ、やったったわ。じゃ、またな。